事例、財務省関税局への転任を命ずる。財務省関税局へ突然の辞令をもらった西澤はデスクで一人頭を抱えていた。これから関税局っていうところで働くのか。関税局って税関の仕事をする部署って聞いたけど、税関って一体どんな仕事をするんだろう。お疲れ。あ、お疲れ様です。私、今日から配属になりました西澤と申します。私、税関の仕事が全然わからなくって。あー、みんな最初はそうだよ。税関の仕事っていうのは、そうだな、空港や海港を拠点に日本を守るエキサイティングで関税っていう税金の徴収馬になってるスペシャルな仕事なんだ。全然わかんねえ。ま、初日から悩んでたってしょうがないぜ。おっと、もうこんな時間。西さんも早く帰って明日に備えないとな。じゃ、これからよろしく。まあ、いや、キャラの癖がすごい先輩だったな。あ、思い出した。学生の時に1回だけ海外旅行に行った時にパスポートにスタンプを押す人がいたな。あれが税関の仕事だったのか。ワンワン、全然違うわ。僕はカスタムくんだよ。なんだ、この黄色い生き物は。失礼な、まん丸い目とコロコロした体がチャームポイントの税関のイメージキャラクターだぞ。確かに、よく見たらちょっと可愛いかも。じゃなくて、今税関の勉強をしているから忙しいんだけど。ふむふむ、そうだね。そんな西澤くんのために税関の仕事を教えてあげようと思って今日は来たんだよ。そうなの？教えて教えて。税関っていうのはね、財務省の中にある組織で、主に日本に入ってくるものを取り締まる国の機関なんだ。その歴史は長くて、150年以上も日本の貿易の最前線で3つの使命を担ってきたんだ。税関の3つの使命って何？1つ目は適正かつ公平な関税等の徴収。税関では関税を含めた税金の徴収を行っているんだ。収入額はなんと14兆円以上なんだ。1、10、100、1000、14兆円。このお金がみんなの生活のために使われているんだね。2つ目は安全安心な社会の実現。税関はみんなの安全安心な生活を守るために、法律で日本に持ち込むことを禁止されているものが日本に持ち込まれないように空港や港で取り締まっているよ。税金の徴収に加えて警察みたいな取り締まりもするんだね。3つ目は貿易の円滑化。国際貿易をスムーズに進めるために税関ではいろんな制度を運用したり、最先端の技術を使うことで国際貿易をスムーズに進めているんだ。また世界中の国と連携して貿易のルールを作ったり、秩序ある貿易の発展に努めているんだ。なるほどね。でも税関の仕事って具体的にはどんな仕事をしているの？そうだね、そしたら次は具体的に何をしているのかちょっと見てみようか。今回は取締りと通関っていう2つの仕事を紹介するよ。まずは取締り。麻薬や拳銃、偽ブランド品など法律で輸入が禁止されているものが日本に入ってこないように空港や港で取締りを行っているんだ。取締りには監視艇と呼ばれる船や物を検査する装置をたくさん使っていて、日本を守るために毎日頑張っているんだよ。あ、このワンちゃんかわいいね。そうでしょ。麻薬探知犬といって税関にとって大切なパートナーさ。空港や港では僕の仲間麻薬探知犬が活躍しているよ。麻薬探知犬は麻薬などの匂いを探すように特別に訓練された犬で、空港や港で手荷物や貨物の検査をしているよ。麻薬の匂いを見つけるとその場にお座りしてハンドラーに知らせるよ。
次は通関の仕事について説明するね。外国へ品物を輸出するときや外国から品物を輸入するときは、税関に申告といって品物の情報や納付すべき関税などの税額を伝えることになっているんだ。税関ではその申告された情報や税額が正しいか書類のチェックをしたり、品物の検査をして不正なものが紛れ込んでいないか調べているよ。例えば品物の性質やどの国で作られたものなのかを確認して輸出入の許可をしているよ。税関で確認する品物は、大きなコンテナ船や飛行機を使って運ばれたり、郵便物としても運ばれてくるけど、大きさに関係なく税関は確認するんだ。これを通関と呼んでいるよ。税関では全国の9つの税関において、日本の水際を守るために昼夜問わず毎日取り締まりや通関の仕事を行っているんだ。なんとなく税関の仕事が分かってきたよ。でもさ、空港とかあんなにたくさんの人が一斉に来るわけじゃん。そんな中に紛れてこっそり悪いものとか隠し持ってこられちゃったら見つけられないんじゃない？悪いことをする人は絶対に逃さない。それが税関の使命だからね。悪い奴らは税関職員のプロの目で見抜いてしまうんだ。僕たちが安心して生活できるのも税関の人たちが24時間365日日本を守ってくれてるからなんだね。悪いものは日本に持ち込んじゃいけない。黙って持ち込むのは密輸です。そんなにすごいすごいって言われたら税関の人たちに会いに行きたくなっちゃったよ。じゃあ今から行こうよ。え、ちょっと待ってカスタム君。